皆様、こんにちは。文部科学省の研究振興局情報担当参事官の橋爪と申します。本日はよろしくお願い申し上げます。先ほどもありましたけれども、冒頭、審議官の梶原の方からご紹介させていただきました。デジタル化に関する、最近の政策動向にてご紹介をさせていただきたいと思います。今日ご紹介するのは2点ございます。1つは第6期科学技術イノベーション基本計画について、もう1つは文部科学省におけるデジタル化の検討ということでございます。まず、第6期の科学技術イノベーション基本計画に関してです。この基本計画というのは法律に基づくものでありまして、科学技術基本法というものが1995年にできましてから、毎回5年の計画ということで策定されてきております。今はちょうど第5期になっておりまして、第5期もですね、最後の年度ということでありまして、来年度から新しい基本計画がスタートするというような状況でございます。またですね、科学技術基本法がですね、昨年の6月に、科学技術イノベーション基本法というものに改正をされたということで、今回というか時期は初の科学技術イノベーション基本計画ということになります。ちなみに基本法の改正によってですね、従来、もっぱら、人文社会科学にかかるものというのが、法律の対象ではなかったんですが、今回それも含まれるということになりましたので、あらゆる学問分野を推進するための計画ということであります。で、今、素案として検討されているもののポイントが、これであります。主にですね、デジタル化に関係するところを中心にご紹介をさせていただきたいと思います。まず、現状認識といたしましては、IT のプラットフォーマーによる情報独占など、昨今データや情報科学技術の力が大きく社会に影響に与えるようになってきているという中で、さらにですね、この新型コロナウイルス感染症の大流行の、影響によって、テレワーク、オンライン教育など、そのサイバー空間、あるいは情報化技術を活用した新しい生活様式というものへの変化というものが、世界的にも加速されているということでございます。で、これに対して我が国はどうかというと、まだまだデジタル化が十分に進んでいないということで、第5期でですね、ソサエティ5.0というサイバーとフィジカルの、両方の世界を、融合させて、人間中心のですね、社会を築いていくというコンセプトを日本は世界に先駆けて打ち出したわけですが、今後ですね、この第6期の中で、そのソサエティ5.0を具体的に実現していく、そういうフェーズに入っていくというような、認識になっております。そのための政策といたしまして、このスライドの下の方にありますけれども、3つのカテゴリーで今後の方針がまとめられているような状況でございます。例えば、情報科技術関係に関して少し申し上げますと、国民の安全と安心を確保する持続可能で強靭な社会の変革ということに向けて、政府全体のデジタル化を推進していくだとか、あるいはデータ戦略というものを作って基地完遂していく、あるいはそのビヨンド 5G、スパコン、量子技術、半導体、そしてネットワーク技術、サイネットなどのですね、次世代インフラ技術を整備、開発していくというものが一つ上がっております。また、6番目のところですけれども、戦略的に進めていく分野としては、AI、それから量子技術というものもしっかり、戦略としてですね、取り組んでいくということに、なってございます。また、右側に行きまして、知のフロンティアを開拓し、価値創造の源泉となる研究力の強化という観点では、情報科学技術、あるいはデータを最大限に活用した新しい研究システムの構築ということで、オープンサイエンス、それから、データ駆動型のですね、新しい科学というものを、推進していくということが、謳われているところでございます。で、そのための基盤整備なども進めていくということであります。
それからですね、今回の基本計画では、右下になっておりますけれども、教育、人材育成という観点で、初めてですね、初等中等教育に関する記載も盛り込まれております。リアスクールの推進などに取り組んでいくということであります。さらにですね、その他、今般の補正予算でも強化する、博士課程学生支援、あるいは、昨日国会で改正法が成立しましたが、10兆円規模の大学ファンドの創設というものも盛り込まれている状況でございます。基本計画につきましては、3月の閣議決定を目指して、現在、答申素案のパブリックコメント中ということで、このホームページから、素案の全体像をご覧いただけますので、ぜひ、楽しみにですね、目を通していただければ大変ありがたく存じます。続きまして、文部科学省のですね、取り組みということであります。冒頭もございましたけれども、大臣以下ですね、省全体で推進本部というものを作りまして、昨週、検討を重ねてまいりました。文部科学省はですね、非常にカバーしている範囲というのが、教育、科学技術、それから文化、スポーツと、大変多岐にわたっております。その文科省全体にわたってですね、デジタル化を進めていくということでありますが、基本的な考え方としては、デジタル化、あるいはデジタルトランスフォーメーションが国民の一人一人の皆様の幸福、ウェルビーイングを高めるものでなければならないと、これを基本的な考え方として取り組んでいくこととしております。で、教育に関しては、ギガスクール、あるいは大学におけるデジタル活用の推進、さらには教育データの利活用の推進などを進めてまいります。また、研究面については、先ほどもありましたけれども、データ駆動型の新しいサイエンスを発展させるとともに、研究施設、機器のリモート化、スマート化、それから、データ基盤、計算基盤、データ基盤や計算基盤、ネットワーク基盤などのですね、これらを支える、全国的な基盤を強化していく。その中には、もちろんサイネット、それから、富岳などの HPCI というものも含まれてございます。さらには、デジタル化を支えるですね、基幹技術として、情報分野の研究開発を進めていく、それから研究環境のデジタル化なども進めていくということになってございます。で、加えて、文化、芸術、それから、スポーツの分野においても、デジタル技術の活用をさらに進めていくということで、なってございます。これにつきましても、ホームページで公表しておりますので、お時間あるときにご覧いただければ大変ありがたく存じます。情報分野はですね、今や教育、そしてあらゆる学問分野を支える技術となっております。NII の皆様、それから、大学の皆様、そして、本日ご出席の皆様とともにですね、文科省としてもその発展に取り組んでまいりますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。以上です。